マヌエル・カルドーゾは、ポルトガルのルネサンス音楽の作曲家。ドゥアルテ・ローボやポルトガル・オジョアン・ヨンセイと並ぶ、ポルトガル・王ゴン時代のポリフォニー音楽の作曲家として歴史に名を残している。ポルトア・レグレ近郊のフロンテイラに、おそらく1566年に生まれる。エボラ大聖堂に関連した、声楽練習書、コールヘオ・ドスモスス・ドゥ・コーロにおいて、 マヌエル・メンデスとコスメ・デルガーデに支持する。1588年にカルメル海修道院に入会、1589年に誓願を建てる。1620年代初頭にビラビ操作対抗家に常勤してバルセロス公、後のポルトガル王女アン4世と交友関係に入る。経歴の大半においてカルメル女子修道会、カンベントドゥーカーモの 上勤作曲家系オルガニストとして過ごした。カルドーゾはパレストリーナのポリフォニー様式を模範としており、ヨーロッパ各地で発達中のバロック音楽の音楽語法を完全に無視した洗練された幻覚様式で作曲している。現存する作品は成功な複合症様式のポリフォニー作品しかないが、それ以外の同時代の様式によるもっと進歩的な多くの作品は、 1755年のリスボン王自身とその際の出荷によって永久に失われたとされる。カルドーゾの音楽様式はビクトリアに共通点が多い。例えば、不協和音の慎重な処理、随所で見られる分割合唱的な処方、当時のイングランドとイベリア半島に共通して見られる、純固有和音的発想の火星法などである。ミサ曲は三曲が現存する。モテットの多くは、 他ならぬ、ジョアン4世を模範としているが、中には、直接パレストリーナを模範としているものもある。カルドーゾは、しばしば国王ジョアン4世の支援で費用を工面し、各地で作品を出版した。ありがとうございます。